鳥取島根県道15号線竜駒を越えていく横田谷線の紹介をしていきます。鳥取から島根の県境部をまたいでいくところとなります。標高600メートルほどの竜駒を越えて横田を目指します。終点側の谷から入っていきました。リメイク版となっていますが、やはり風景がのんびりとしていていいところとなっています。道路改良工事がどんどんと進んでいて、行き違いができるようになりました。竜駒あたりも見通しはよく効いて、下の方を見ながら走っていくと行き違いができるので、よく見ながら走行していってください。荻原川に沿って登っていき、そして大規模林道を何歩かまたいで横田の方に出ていきます。山を降り切ると道が広がり、横田の町が広がってきます。横田の街が広がってきたら高校があったり、あと出雲横田駅、これしめ縄がすごい駅ですよね。そしてお蕎麦屋さんがあったり、出雲の横田の街並みを見ながら最後国道314号線に出て起点側の横田の方へと至ります。竜駒を越えるあたりの県道部は約5キロほど、峠越えのところは道が少し狭めとなっています。先を見通しながら走っていき、離合できるところでしていってください。おおむね走りやすくなっていっています。道路改良工事がどんどん進んでいっています。あのあたり千畳山の林道も工事が進んできており、林道整備が進んできています。くねくねした道で使いづらい道でしたが、だんだんと使いやすくなっていています。横田の方への最短距離かもしれません。 15.9 キロの道となっています。ご視聴ありがとうございました。